皆さんこんにちは、改めましてエリメイジです。今回はタイで美容でしていきたいなと思います。まず今日はあのリペアね、マツエクが結構もうババラになってきてしまったので、マツエクのリペア、そして髪の毛ヘアやっていきたいなと思います。それではね、早速、まずはマツエクの方から行っていきたいと思います。ここはね、コンドミニアムの1階にあるあのマツエクショップで、ここについてはあの詳しく動画出してますので、そちらご覧ください。はい、マツエクやっていきます。結構まばらになっちゃってすごくない、こことか。なのでやっていきます。はい、ということでマツエク終わりました。ちょっと時間をしちゃった、2時間半ぐらいかかっちゃったかなあのリペアなんだけど、すごい丁寧にやってくれました。はい、こんな感じです。だいぶ結構ボリュームが今回もあるものなので、結構すぐ落ちたと思うんですけれども、とりあえずね、次髪の毛行きたいと思います。ちょっと急ぎます。はい、まずシャンプーみたいです。よいしょ。洗っていきます。結構水冷たい。Like this? I don't like. ちょっと嫌いなデザインを教えてます。Okay. Like this. また切ってもらってます。ちゃんとしたコーヒーもついてくる。今回は結構ナチュラルなデザインにしてもらいました。そんなに派手なあのレイヤーカットではないです。私あと2年間ぐらい髪の毛染めることができなくて、ハイダメージすぎて、日本で髪の毛ねめっちゃ明るくしようと思ったんだけど、結局ダメって言われて、今は毎日トリートメント頑張ってるんですけど、最近シャンプーとかも力入れてるので、今度紹介しようかなと思ってます。はい、ということで切り終わりました。1時間ぐらいかな、全部で。結構切ったんだけど、手触りもすごい良くなったし、シャンプーブロー込みで、2800円なので、で担当してくれた男の子っていうか男の人もすごい感じよくて、ここぜひおすすめなんで、駅からちょっと歩くけど、ぜひ皆さんも行ってみてください。概要欄に場所を載せておきます。続いてフットマッサージっていうか、足の角質取りを行きたいなと思います。はい、多分冒頭の一番初めに髪の毛とマツエクって言ったんですけど、美容で足の角質取りも行ってみたいと思います。はい、ということで移動していきたいなと思います。はい、ということでこの間ね、あの続き行けなかったので、今日ちょっとムエタイの後なんですけれども行ってます。ムエタイの後バナナジュース飲んで糖分摂取しています。
れた。足のタペストリーこの間行けなかったので行ってこようと思います。ということで足の隠し取り終わりました。ここなんだけど、私が旅行初めてタイに来た時にこの近くのヒルトンにずっといつも染まってて、でここヒルトンに近くなのでよくここに行ってたんですよ。新しいとこ見つけるのもめんどくさくてよくここに来てしまいます。日本人の方今日もいてめっちゃ多い。日本人600円でできます。皆さんもそこ行ってみてください。はい、今日は肌の定期検診で、クリニックに来ています。戻りじみの経過をね、このクリニックで定期検診を行っている形になります。検診が終わって使わないといけない薬をいただきます。はい、はい、ということでスキンケアをいただいて、これでちょっと1ヶ月2ヶ月ぐらい集中的にまたケアをしないといけません。はい、はい、ということで今日はこれからネイルに行きたいと思います。ボルドーっぽい色がいいんだけど。結構爪が短いから赤だとちょっと目立つかな。アンカラーで250バーツだから1000円ぐらいでネイルができます。タイはもう本当に安い。私韓国で前ネイルやったけど、なんか普通のめっちゃ下手なデザインで4000円ぐらい取られたので、タイはねすごく安いかなって思います。甘皮の処理これ終わったんだけど、ちょっとわかる？甘皮の処理が毎回ねなんかね微妙な気がするんだよね。なんかいきなりチェンジしたんだけど、この人はめっちゃ甘皮処理をちゃんとやってくれる。さっきの女の人何もやってくれなかった。反対側も甘皮処理をやってくれました。今2回目やってもらってます。めっちゃ丸っこいけど、ちょっと爪短いな。まあまあしょうがない。ほんとね、この色っていうのを出してくれたからめっちゃ良かった。ほんと最後の仕上げをやってくれてます。はい、クリームやってくれます。5分かー、こんな感じ。短いからちょっとあれだけど、すごい色味がめっちゃいい。250?はい、ということでネイル終わりました。美容院足の角質剃りとかネイルとか、皆さんタイの美容いかがだったでしょうか。今回ネイルマジでジャストな色になってすっごく嬉しいの。この色っていう色になったことがなくてすごい今回嬉しいんですけれども、はい、ということで私の動画が少しでも参考になったなと思った方はいいねとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしてください。ありがとうございました。First one down to right, ooh, ooh, 你知道我是这样 only to you.